現在2つの台風が発生中です。まずその様子、雲画像でご覧ください。現在ですけれども、南シナ海にあるのが台風3号、そして沖縄の南に大きく広がる雲、これが台風4号に伴う雲となります。このうち台風4号ですけれども、今日沖縄エリアに近づいてくる見込みです。その進路図を見ますと、引き続き北寄りに進む予想です。今日の午後になりますと、沖縄本島地方や奄美地方に接近してくる予想でして、特に夜遅くは最も沖縄本島付近に接近するものとみられます。これに伴いまして、今日沖縄や奄美南部では雨風がどんどん強まる一方となりそうでして、これから予想される雨量を見てみます。こちらが向こう24時間、明日の午前9時までに予想される量ですが、オレンジ色のところ、多いところでは150ミリから200ミリぐらいの雨が予想されます。そして風です。風については、すでに大東島地方が強風域に入ってきているんですけれども、今日の午後になりますと沖縄本島地方や奄美地方でも風がさらに強まる予想です。台風が最も近づいてくる今夜遅くぐらいになってくると、場所によっては平均風速で20メートル以上、瞬間的には30メートルを超える突風が吹いてくる恐れがあります。沖縄本島だけではなく奄美地方についても雨や風の強まりに対して警戒をしてください。また今日はその奄美、沖縄、本島地方、海の方も大しけとこういうことになってきますので、海には近づかないようにしてください。こちらが台風4号なんですけれども、台風4号今日沖縄エリアに最も近づくんですけれども、来週にかけては西日本付近に北上してきます。その様子、こちら進路図ご覧いただきますと、東シナ海を週明け北上した後、月曜日から火曜日にかけて九州地方にかなり接近する予想です。その後の進路についてはかなり予報円も大きく、予測のぶれ幅が大きいんですけれども、西日本や東日本を東に向かって進んでいく可能性があります。台風の勢力そのものは特に強くはないものの、かなり雨雲を発達させて西日本を中心に広く大雨の恐れがあります。西日本や東日本でもこの後の台風情報には十分お気をつけください。そしてもう一つある台風3号ですね、こちらの進路予想をご覧いただきましょう。現在南シナ海を北上中です。暴風域を伴っておりまして、今日の午後には中国大陸南部河南の方に上陸するものとみられます。中国大陸では雨や風の強まりが想定されますけれども、日本からは離れたところにあります。この3号による日本への影響はありません。最新の台風情報についてはお天気アプリウェザーニュースでも随時ご確認いただけます。